カトラードナホー橋は、アイオワ州マディソン郡にある長さ24メートルの屋根付き橋。1870年にエリー・コックスにより建設された。もともとは、アイオワ州ベビントン近くのノースリバーにかかっていたが、1979年にウィンターセットシティパーク入り口にある現在の場所に移設された。ナショナルパークサービス、ナショナルレジスターインフォメーションシステム、 ナショナルレジスターオブヒストリックプレイセズナショナルパークサービス2020年10月12日閲覧ザブリッジズ2006年12月5日時点のオリジナルよりアーカイブ2007年1月3日閲覧ローレン RR エクスプローラーズガイドアイオア ザ・カントリーマンプレス、リトリーブド・オン・レーゴ・エイプリル On Layer 2012 From HTTPS コロンスラッシュスラッシュ books.google.com スラッシュ books ID イコール X とドウィーブジテックピコグラムイコール PT124&DQ イコールカトラードナホエブリッジ &HL イコール EN& サイコール X& A イコール 901T3 ルミュア 8g S2 QGCDG& ベドイコール0 c f s q 6ウボ V イコール、オネパゲ &Q イコールカトラー、ドナホエパーセント20ブリッジ &F イコールフォルス。ありがとうございます。